めっちゃ久しぶりだ。緊張する。和骨です。いや、めっちゃ久しぶりだな、これは。今年初のニコ生かもしれない。お久しぶりです。どうも。FF14 する前にちょっと前回いや、なんか今日朝から出かけてて、久々にで寝ちゃって、さっき起きたんだけど、なんか本当はニコ生しよう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 と思って、12月27日ああもう全然やってなかったのに、このまま。そうか。まあそんな感じで、なんか30分だけ歌って、で栗田場に行かないといけないんで。あ、パルパルさんいらっしゃい。いやー、これあれだね、毎回さ、久しぶりだからさ、ちょっとあれだね、ちょっと恥ずかしいね、恥ずかしい。なんかあれです、適当に歌って適当に終わろうと。で、今日はなんか前回の歌ってみた放送の時はあれだったので、あれなんか あゆとか宇多田ヒカルとかあるんだみたいな、あ、じゃあこれ歌、今度これ歌う枠しようよみたいなさ、言ってたから、うん、これにしました。これにしました。この枠にしました。はい。あ、東京グールのね、あれ好きです。弱ペダのアニメさ、なんかさ、漫画見ちゃってるからさ、全然アニメをさ、なんか見なくなっちゃって、ダメだねこれは。ちょっとでもね、もうすぐ最終回ですよ。最終回まで撮り終わったら全部まとめてみようかなと思います。池袋の弱ペダ原画展に行きたい。じゃあ歌います。多分音とかいいと思うんだけど、音とかいいと思うんだけど、はい、歌います。今日はあゆとか宇多田ヒカルさんとかを歌うよ。ララ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 ラ、心が焦げついて焼ける匂いがした、それは夢の終わり、全ての始まりだった。憧れてたものは美しく思えて、手が届かないから輝きを増したのだろう。君の砕け散った夢の破片が僕の胸を刺して、忘れてはいけない痛みとして刻まれてく、花のように儚いのなら君の元で咲き誇るでしょう。そして笑顔見届けた後、そっと一人散ってゆくでしょう。ララ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 ラ
絶望という名の淵に立たされ、そこで見た景色はどんなものだったのだろう。行き場所をなくしてさまよってるむき出しの心が触れるのを恐れて鋭い棘張り巡らせる鳥のように羽ばたけるなら君のもとへ飛んでゆくでしょう。そして傷を負ったその背に僕の羽を差し出すでしょう。花のように儚いのなら君のもとで咲き誇るでしょう。そして笑顔見届けた後そっと一人散ってゆくでしょう。鳥のように羽ばたけるなら君のもとへ飛んでゆくでしょう。そして傷を負ったその背に僕の羽を差し出すでしょう。風のように流れるのなら君のそばにたどり着くでしょう。月のように輝けるなら君を照らし続けるでしょう。ララ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 ラ君がもうこれ以上二度と怖いものを見なくて済むのなら僕は何にでもなろう。あれでした。いやこの曲すごい好きなんだ。スクちゃんおはよう。いや本当はスクちゃんとニコ生を今日してツイッターであれしようって言ってたんだよね。スクちゃん明日何時からやる？明日のお昼ね、あの生放送をねスクちゃんと久々にやるかって話をしてて、あパチパチありがとうございます。あのあれですわ、何時にやろうね、何時にやろう、え何がいい？宇多田ヒカルさんもさ、なんかちょいちょいあるんだけどさ、なんかね、結構あるんだよ。なんかね、じゃんじゃん歌っていこうと思います。そうそうそう、生放送の予約もしなきゃだね。ザ・ファイナル。いや、それはスクちゃんだな。いや、スクちゃんともね、カラオケ行きたいね。って思った。あ、ララッコですか？いいですね。あ、始まってた。たった一人で運命忘れて生きてきたのに、突然の光の中目が覚める。静かに出口
ちに立って暗闇に光を打て。今時約束なんて不安にさせるだけかな。願いを口にしたいだけさ。家族にも超過意するよ。きっとうまくいくよ。どんな時だってずっと二人で、どんな時だってそばにいるから、君という光が私を見つける。読みのしすぎなんて意味のないことはやめて。今日は美味しいものを食べようよ。未来はずっと先だよ。僕にもわからない。完成させないで、もっと良くして、ワンシーンずつ撮っていけばいいから。君という光が私のシナリオ映し出す。もっと話そうよ、突然の明日のことも。テレビ消して私のことだけを見ていてよ。どんなによくたって信じきれないね。そんな時だってそばにいるから、君という光が私を見つける。私のことだけを見ていてよ。もっと話そうよ、目前の明日のことも。テレビ消して私のことだけを座ったままだとちょっと歌いづらかった。へへ。何する？結構さ、宇多田ヒカルさんの方がさ、なんか歌いたい曲がいっぱいあってさ。どうしよう、何がいい？あゆと宇多田ヒカル縛りな感じなんだけど。あ、初見さんいらっしゃい。私も荒北が好きです。
いやでも最近ね、まちみやも好きなんだ。あ、さっきさ、ディアレストがいいって言ってたのを見た気がした。でもディアレストなんかね、2個からカラオケのやつしかなくて、ユナイトとかあるよ。ユナイト好きなんだ。でもあんな高いのもう出るかな。年だからね。じゃあ、ディアレスト歌います。え、これなんだろう。あ、そっかそっか。あ、ディアレストってどんな曲だった？ わあ、でか音。これぐらい？これぐらい？あれ、花ちゃん緊張してるのかな？でもね、久々だから緊張してる。なんかこれ PV 映した方がよかったんちゃう？ PV 映すか、今から。まあ、いっか。あゆのなんとかフォン。なんとかフォン。なんとかフォンって、あ、なんか聞いたことあるな。音ちっちゃい こんなもん？こんなもん？ 音ちっちゃい、音でかと思ったら音ちっちゃくなっちゃった。こんなもんかな。マイクロフォンってなんだっけ。こんばんは。本当に大切ものいかいすべて捨ててしまえたらいいのにね。現実はただ残酷で、そんな時いつだって目を閉じれば笑ってる君がいる。ああ、いつか暇で、どう
あゆが口なんかパクパクしてるから、あここなんか歌ってたなと思ってファーストラブ、そうファーストラブ歌って終わろうかなと思ってたんですよ。また第2回懐かしいソングやるから、今日は30分で許して FF やんねえといけないからポポポポン、あったかいんだからとかさ歌いたいよね。なんかねファーストラブあったんだ、ファーストラブ、どれがいいんだろう、カラオケバージョンとかがあるんだけど、なんか多分なんとなくなんだけど、多分2個からじゃない、普通にカラオケ屋さんのカラオケ音源だと思うんだけど、いいかな、いいよねいいよね。延長、え延長しないっす、しないです、炎上しないです。 FF は私がやってあげるから歌って。違うの、今日はリセット日だからクリタは行かないと、あのフレンドさんが、フレンドさんが待ってるから歌います。なん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 おー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 やーいおーおー、最後のキスはタバコのフェイバーがした、苦くて切ない香り、明日の今頃にはあなたはどこにいるんだろう、誰を思ってるんだろう。 You will always gonna be my love、 いつか誰かとまた恋に落ちてもがあった、英語歌えないんだ。じっと待る時間が動き出そうとしてる、忘れたくないことばかり、明日の今頃には私はきっと泣いてる、あなたを思ってるんだ。Knowing forever you will stay
今は座ってますじゃあこんな感じでFF に戻ります。ふくちゃんの後で FF しながらあのねあれね LINE で LINE であの明日の時間だけ、はい、ありがとうございました。あじゃましたあじゃました。じゃあまたいつかいつかいつか明日か明日ね、お昼にこだますくちゃんとするんで、よかったらよかったらなんか楽しんで聞いてね楽しんできてね、楽しみに来てね。はい、 FF そんなことないよ、すくちゃんと FF 同時にやるんだよ、同時にやるんだよ。じゃあまたまた明日、明日学校の人お仕事の人は頑張ってきてください。それではおやすみなさい。バイ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 。あ、そうだったそうだった、こういう時こそこういう時こそありがたい。あーかわいいうちの子、あーかわいいうちの子あーかわいいうちの子。またね、バイ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 おいおいでは